こんにちは。この巻物に歴史の改変が発生しようとしています。今度も歴史を修正する戦いのダメージエネルギーを回収するのが狙いかしらね。ミラたちが出てきたら俺が向かいます。まずあなたは歴史の改変の原因を探り、その解決に当たってください。なあ、そもそもあいつらはエネルギーを集めて何をする？そこまで大量のエネルギーを使うことといえば、おそらく暗黒魔。トワやダーブラの故郷ですよね。詳しくは知りませんが。知らないのも無理ないわ。この宇宙の裏側、大きな隔たりの向こうにあるトワは大量のエネルギーで二つの世界の境界線を消してしまうつもりなんじゃないかし。そんなことが起きたら一体宇宙の半分が悪の世界になってしまうんじゃ。想像もつかん。そんなことさせるわけにはいかない。絶対に阻止しないといけませんね。くそ、人手がもっと欲しいな。俺のパートナーが帰ってきている。まだ帰ってきとらんの、シン。まあまあ、ミラたちを追っていればそのうち合流できるわよ。今回異変の起きた巻物には、復活したフリーザとの戦いの歴史が収め。フリーザですか？油断してはいかんぞ。油断はしませんが、一度倒した相手ですからね。俺も倒したことがありますし。バカモン、あやつを甘く見るでない。あんなやつ一撃で倒せるとか思ったのと痛い目を見ることになるぞ。あやつは生まれついての強者。今まで一度もトレーニングをしたことがないんじゃ。その気になって己を鍛えればどこまで強くなるのか、わしにも想像がつかん。この歴史のフリーザは極限まで鍛えて大幅に。はっきり言って以前のフリーザとは別次元よ。覚悟して当たってちょうだい。それほどまでに強いんですか？そういうことじゃ。頑張るんじゃぞ。
が見えないですね。まあ少しだけ待ってあげますよ。その間にお友達の皆さんはみんな死んでいただきましょうか。仕方ないな、ちょっとだけ助けてやろう。そこのお前、この銀河パトロールのスーパーエリートをサポートする役目を与えるぞ。なんて数の戦士たち、しかも全員気の流れがおかしい。タオさんとコッペちゃんが来るまでなんとか持ちこたえてください。カメハメハ。誰だあいつ。さあ、ブルマさん変わった友達が多いから。二人とも結構な戦闘力を感じるぞ。さすがサイヤ人、味方になるととても頼もしい。私に遠慮せず、やっていいぞ。バカだ。戦っています。優しいですね。孫悟空はこの極悪人の私でさえ殺そうとしませんでしたからね。皆さん、なんて素晴らしい人格者なんでしょう。まったく手度が出ますよ。分かってはいましたが、フリーザ軍も随分質が落ちましたね。あなたには少しだけ退屈しのぎに付き合ってもらいましょうか。サイヤ人はどのみち一人たりとも生かしておくつもりはありませんけどね。押してる。あいつフリーザ相手にも負けてないぞ。いや、フリーザ軍は点で本気を出しちゃいない。あいつは俺たちの違う次元の爆弾です。全員でかかるか。
今度こそ私はお断りだぞ。もう十分活躍してやっただろう。ちょっと、ロークも瞬間移動するから、みんなも最大限にパワーを上げて。そうか、わかった。はい、このタイミングだよ。まっ、おお、呼んでいるようですね。はい、やっと来ましたよ。ついにお待ちしてましたよ。やっとあなたに復讐する時がやってきました。この強さ、おめえやっぱただもんじゃねえな。わかりやすく銀色にしてみましたよ。ゴールデンフリーザ。この星のドラゴンボールは2つ願いを叶えられる。復活させてもらったぞ、このクーラもな。なんだあいつは、フリーザにそっくりだ。さすがに驚いているんですね。俺こそただ復活したわけではない。新たな力を手に、よみがえ、行くぞ。我が一族が再び宇宙の頂点に立つ日が来たのだ。そううまくいくと思うか、カルット。俺がこいつの相手をしてやる。貴様はフリーザと決着をつけろ。ハン君、フリーザ、お前もその姿に変身できるのか。相手にとって不足はない。だが、いかに二人がかりといえども、俺に勝つことなど不可能。俺たちに不可能などあるものか。以前いただいたアイスクリームがベースですね。これは惑星マヌーにいるオーガエルの脳みそみたいだな。おお、これは果実か。終わりだ、フリーザ。お前たちがね。こっちです、早く。ふう、間一髪でしたね。
もう少しで地球の爆発に巻き込まれる。おや、地球がなくなってしまったんですか？フリーザの仕業です。あいつは宇宙空間でも生きられます。なるほど、彼も考えましたね。そんなことはどうでもいいんだよ。シュークリームはどこにあるんだ？くれるって言うからはるばる来たんだぞ。ですから、それは私じゃなくてトアっていう女の仕業なんですってば。トアが時のスカラの通信を乗っ取ってビルス様たちをおびき出したよ。時の海王神の声を機械か何かを使って真似したみたいじゃの。本来の歴史では地球が爆破された後、ウィスさんが時間を巻き戻して元…でもそのお二人がここにいるせいで時間の巻き戻しができなくて。まんまとおびき出されましたね。許せないね、破壊神を騙すなんてさ。そのトアとかいう女はどうだ？粉々に破壊してやる。残念ながらどこに…あ、でも奴らの目的は歴史の改変ですから、それを修正すれば出てくるかも。ウィス。はいはい、分かってま…一旦元の歴史に戻りますよ。では時間を巻き戻しますよ。チャンスは一瞬だぞ。する余裕は与えんぞ。いいですよ、地球の爆破は回避できました。まだ終わってねえ。ここでまたトアの魔術ですか。フリーザもクーラーもパワーアップしています。悟空さんとトアさんに加勢してください。まだ終わってねえ。この力があればサイヤ人のサルどもを倒すなどたやすいこと。そうですね。じゃあ復讐の続きを始めましょうか。そううまくはいかねえと思うぞ。今度こそ貴様らを完全に消去してやるぜ。これは驚いた。かなり強引な方法ですが、さっきよりもう一回り強くなってます。これは今の悟空さんが演じたことの可能蓄積するでしょうね。まあそうだろうね。ちょっと助けてくれないの？勝負は勝負だ。別に助けてやる義理はない。僕の狙いはトアだしね。まあ応援くらいはしてあげるよ。メーハーメーハOh!
からはもう終わりだ。元に返ってくるじゃないぞ。この俺がこんな暗黒生物どもに。まだ終わってねえ。メーハーメーハー。ありがとな。ずいぶん世話になっちまった。それで結局貴様は何者なんだ。ブルマの友達ってわけでもなさそう。まあまあ誰でもいいじゃねえか。助けてもらったんだしさ。ふん。なんだかよ、おめえにゃこれまで何度も助けてもらってる気がすんだよな。おめえもなんか困ったことがあったら言ってくれ。お疲れ様でした。今回は本当に大変じゃったな。しかしよかないよ。トアのやつ現れなかったじゃないか。ああイライラする。このストレスをどこに持っていけばいいんだ。ちょっとここ破壊していっていい？変わらずとんでもないことを言うやつじゃの。そうですか、トキトキが卵を。それはおめでたいですね。ビルス様、さすがにトキトキの卵を壊すとなると私も黙ってはいられませんよ。ストレス解消でしたらまたそこの海王神を封印するとかでよろしいじゃありませんか。もうそんなことでよろしければ。こら、なんちゅうことを言うじゃ。それもダメに決まっとる。やれやれ、仕方ありませんね。そんなにストレス解消なさりたいんだったら私が付き合って差し上げますよ。お？久しぶりに相手してくれるの？嬉しい。あなたもどうです？せっかくですから。あ、本気でうちの子を次の破壊神候補にしようとしてるんじゃ。まあまあ、この後もハードな戦いが待っているんでしょ。強くなるチャンスをあげようとしているんです。ウィスが自分から戦うと言い出すなんてめったにないことなんだ。お前では暴れても大丈夫な場所へ向かいますから、準備ができたら声をかけ。
おや。カリスは僕の付き人でもあるけど、師匠でもあるんだ。だから遠慮はいらないよ。思い切りぶつかってやろうじゃないか。あら、お手柔らかに。お返しだよ。メーハー、メーハー。ミルスさん、いけませんね。まだ全然スピードが足りませんよ。ほら、サインがかけちゃいました。ああ、いつの間に額に落書きを。かわいいですよ、ビルス様。落ちない。うせーって書きやがったな。くそ、ちょっと顔洗ってくる。あなたも気を抜いていると、まぶたの上に目を描いちゃいます。どちらを見てるのですか。いきません。どちらを見てるのですか。ミルス、ま、メーハー、メーハー。ミルスさん、ミルスさん、メーハー、メーハちょっとすっきりしたよ。満足されたようですね、ビルス様。落書きされてちょっとムカついてるけどね。まあまあ、帰りにお寿司を買ってあげますから。まあ、もういいや。トアを破壊するのは君たちに任せるよ。歴史を荒らす犯罪者はきっと俺たちの手で捕まえてみせます。じゃあ君も元気でね。何が元気でねえじゃ。一体どの口が。ちょっと君、全部聞こえてるんだけど。わしは何も言ったらんざい。では皆さん、ごきげん。それにしてもトワメ、
俺たちの通信を乗っ取ることまでできるようになった。奴らもあの手この手で仕掛けてくるの。それだけ向こうも打つ手がなくなった。ターレス、スラック、クーラ、ブロリー、ジャネンバ、他の歴史の強敵たちもそうは残っ、ミラとの決戦も近いわ。この宇宙の歴史を守るため頑張りましょう。はい。私を名乗ってビルス様を怒らせた借りもたっぷり返してやらないとね。あ、そっちの声の方が気合い入っとるの。どうも。
最近奴らの動きがないですね。平和なのはいいことじゃがの、なんかこうモヤモヤするの。こっちから仕掛けてみると言いますと？あの仮面のサイヤ人のことを考えてたの。あいつの正体はバーダックさんでしたね。他の連中と違ってバーダックがミラたちに協力、それにあの様子、おそらく洗脳して操られているのよ。洗脳か。そいつを解いてやれば味方になってもらう。そうですよ。もし洗脳時の記憶も残っていればミラたちの情報も手に入るはずです。でもどうやって会いに行くんじゃ？バーダックが連れ去られる瞬間を探れば、トアとミラもいるはずだわ。そこを狙いましょう。わかりました。今回の任務は調査がメインです。俺も同行できますよ。早速向かいましょう。やはりあの二人がバーダックさんをワームホールで連れ去っていたんですね。それにしてもここは一体地球のようですが、あれ、ようやく姿を現したな、トア。待っていたわよ。来るぞ。私たちの足取りを追おうとしたら、あのワームホールを調べるしかないものね。このトアは俺たちと同じ時間にいたトアのようだ。メーハーメーハー。手に入れるまで本当大変だったんだから。移動中に当たってすごく古い時代に行っちゃったの。まあその後なんとか捕まえたけど。お前は歴史を何だと思ってるんだ。お前たちと戦うのも何度目だ。ここなら誰の邪魔も入らない。今度こそ決着をつけるぞ。望むところだ。トランクス、また強くなったみたいね。もう一人のサイヤ人、さすがスイート民族ね。こいつ二人とも、かなりきり。こいつらのエネルギーは暗黒魔界の復活に使わせてもらいましょう。やはりお前たちの狙いはこの世界と魔界をつなげることだったんだな。
察しがいいわね。怒り、悲しみに満ちて悪がはびこる楽園の誕生を見たくはない。絶望の未来はもうたくさんだ。お前だけは許さない。トアを切りたいか、ならば俺を倒してからにするんだな。イラは強くなる。あなたたちに勝ちではないわよ。メイ！知れない力、この力に打ち勝ち、俺はさらに強くなってみせる。ようやく姿を現したな、トア。待っていたわよ。来ると思ってたわ。私たちの足取りを追おうとしたら、あのワームホールを調べるしかないもんね。このトアは、俺たちと同じ時間にいたトアのようですね。バーダックは、渡さない。あれを手に入れるまで。大変だったんだから。移動中に暴れて、すごく古い時代になってきた。お前たちと戦うのも何度目だ。ここなら誰の邪魔も入らない。今度こそ決着をつけるぞ。望むところだ。ほら、また強くなった。もう一人のサイヤ人。さすが戦闘民族ね。いや、こいつら二人ともかなりのキリよ。こいつらのエネルギーも暗黒の中で復活に使わせてもらいましょう。やはりお前たちの狙いはこの世界と魔界をつなげることだったんだな。メイ！メイ！さすがいいわね。やはり悲しみに満ちた悪がはびこる楽園の誕生を見たくはない。悪魔め、絶望の未来はもうたくさんだ。お前だけは許さない。トアを切りたいか、ならば俺を倒してからにするんだな。ミラはエネルギーティスを送るから、強くなる。あなたたちに勝ちではないわよ。嘘でしょ。私のミラも一体どうなってるの。警察ではミラの方が上回っているのに。この得体の知れない力、この力に打ち勝ち、俺はさらに強くなってみせる。こうなってYeah!
きずり込まれる。一度しか使えないとっておきよ。時空の狭間に閉じ込めてあげる。その穴は一方通行よ。落ちたら最後、二度と出てこられないわ。まだ決着はついていないぞ。もういいじゃない、そんな奴ら。手っ取り早く片付けちゃいましょう。引き上げるわよ、ミラ。何？バードック。この俺が振りほどけない。こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力をなめるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。バーダックさん。私のミラが終わりだな、トーマ。あんなに強化してあげたのに何が最高傑作よ。自分で呆れちゃうわ。まだ諦めたなんて思わないことね。そんな、あなた待ちます。俺のパートナーまで洗脳していたなんて。どうは。洗脳を解くしかありません。メーハーメいいわ、こうなったら一緒。
そ全部なかったことにしてあげるわ。これは。あれ？結局手に入ったのは。おかえりなさい。途中で通信で。一体どこまで行っておったんじゃ。ワームホールを通って予期せぬ歴史に。それでどう。え、どうというのは。いや、じゃからあれ確か俺のパートナーが。ん、この子がどうかしたの。いえ、俺のパートナーはあなたですよね。ちょっとどうしたの。しっかりしてよ。もう二人とも長い付き合いのナイスコンビじゃない。今さら仲間割れなんてやめてよね。うん、この四人でしっかりと歴史を守っていかねばな。そこら中の巻物が一斉に歴史改変を始め。なんてこと。こんな変化が起きたらこの世界だってただじゃす。ここは私たちが調べるわ。あなたとトランクスは外を見てきて。Thank you.